ここは西蝦夷。北海道の左上、留萌管内8市町村をめぐる旅の始まりです。2016年、留萌振興局が制作した留萌広域周遊ルートガイドブック西蝦夷心旅の中から、耳で聞き心で知るひとときをお楽しみください。西蝦夷の遥かなる歴史をたどる、歴史に触れるルートをご紹介します。1700年頃に始まった芭蕉請負制度により、和人が定住し始めてからおよそ300年、西蝦夷そして留萌管内一帯は数々の歴史を刻んできました。先史時代の遺跡も含め、各地に残る先人たちの記憶をたどりましょう。増毛町には歴史的建造物が多く残ります。旧 JR 増毛駅周辺は街並みを眺めて歩く足取りも軽くなることでしょう。明治から昭和初期にかけて建てられた木造3階建ての富田屋旅館は北海道遺産に。手塩の国随一の豪商による明治時代の豪華な建造物、旧商家丸一本間家は国指定重要文化財に指定されています。日本最北の酒蔵国丸酒造は酒蔵内の見学が可能です。建物の一部は完成当時のまま現代に受け継がれています。旧増毛小学校は道内最古の木造校舎、その堂々たる佇まいに息を呑みます。宝暦3年からの歴史があるのは増毛厳島神社。技術の粋を集めた彫刻や拝殿の天井画、北前船が往来していた時代の奉納絵馬など、芸術的にも高く評価されています。和製大砲のレプリカが設置されているのは秋田藩元陣屋第二代場跡。幕府の命により北方警護にあたった秋田藩の軌跡を感じます。留萌市には留萌地方の発展の父、五十嵐奥太郎の像と顕彰碑があります。五十嵐奥太郎は明治から昭和期にかけて留萌の港湾建設や鉄道敷設などに尽力しました。今彼は銅像となって展望台から留萌の街を見つめます。かつて北前船ににぎわった留萌川河口、夜間の目印である砲火台が設置され、現在は黄金岬日和山砲火台跡として残ります。小平町臼谷弁財天碑は北海道の名付け親松浦武四郎の紀行文に記載のある臼谷の弁天社の本尊と考えられています。道内では珍しい江戸時代中期の石碑です。苫前町では開拓の歴史を感じましょう。安政6年、蝦夷地警護を命じられた庄内藩が構えた陣屋が庄内藩苫前芭蕉陣屋跡碑となって残ります。岩手県出身の開拓者が幾多の困難を乗り越え稲作を成功させた功績が称えられるのは苫前町水田発祥の地碑。さらに開拓史において最悪の惨事といえる三毛別ヒグマ事件を忘れることはできません。この復元跡地は鬱蒼とした木々に囲まれ、今も静かに当時の歴史を伝えます。さらに芭蕉請負人の須原家の軌跡は苫前芭蕉運城屋跡碑や苫前神社の灯籠から伺えます。羽幌町では八木尻島で島の歴史を感じましょう。鎖国中の日本に初めてアメリカ人英語教師がやってきたのは実は八木尻島。同指定有形文化財にも指定される旧小名家住宅の豪華な内装や八木尻厳島神社に奉納される留萌管内最大の神輿から当時にぎわった八木尻島の生活が伺えます。
初山別村こんぴら神社の幻想的な佇まいには息を呑むことでしょう。海岸に流れ着いたこんぴらさんのお札が何度海に返しても戻ってきたことからお宮を建立、それ以来海難事故がなくなったという言い伝えがあります。美しい海中鳥居とともに語り継がれるロマンです。遠別町は最北の稲作地、明治34年に水稲栽培の成功功績をたたえて建立された遠別水稲発祥の碑があります。遠別町の稲作はここから始まりました。手塩町では先史時代の歴史が伺えます。川口遺跡は俗縄文、オホーツク、薩摩と3時代にまたがる遺跡、縦穴住居が復元されています。歴史は進み、文化元年からこの地で祀られるのは手塩厳島神社の弁財天、町の有形文化財にも指定されています。さらに完成の頃開設された海産物などの交易拠点となった手塩場所運上屋跡碑、明治に設置された交通補助機関手塩駅亭跡も人々の交易の歴史を今の時代に伝えます。歴史に触れるルートは先史時代に始まり、和人が定住を始め開拓の歴史を刻んだ留萌の遥かなる道のりを感じるルートです。あなたも留萌でこの地に来た先人の記憶をたどりませんか。西映像をめぐる気ままな心旅はまだまだ続きます。留萌管内の観光情報は留萌観光連盟へ、電話番号0164-42-3871番です。ウェブサイト留萌クラブも合わせてご覧ください。